川端です。よろしくお願いします。今回はですね、筑波大学附属高校の問題です。すべての辺の長さが等しい静止角錐があります。点 P と点 Q は OB、OD の中点になっています。この3点 APQ を含む平面をバサッと切った時にね、この OC とぶつかったところ R とします。その時のこの AR の長さを求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めてね、考えてみてください。はい、ではね、解説していきます。まず AR を含む平面を抜き出すことになります。このね、 AR、 ここの長さを求めたいわけなので、 AR を含む平面で、 AR っていうのはですね、この R の場所っていうのはこの OC 上にありますよね。なので OAC、 この平面を抜き取って考えます。OAC ですね。なので三角形 OAC をこう書いてあります。はい、するとこれ OAC ね、ここに OAC ということで、で、R がねこうありますよと。で、ここでですが、ちょっと知識として知っておいてほしいことがあって、この三角形 OAC っていうのは実は直角二等辺三角形です。ここ直角になるんですね。なぜ直角になるかと言われたらですね、この OAC っていう三角形とですね、三角形、BAC、 この二つの、三角形は合同な三角形になるからなんですね。この三角形 OAC と三角形 BAC、なんで合同になるかと言われたら、今回すべての辺の長さが等しいので、OA と BA が等しくて、OC と BC が等しいです。で、AC が共通ですね。ということで、3組の辺がすべて等しいので、合同。合同ということは、こちらが直角二等辺三角形になるので、こちらも直角二等辺三角形。だから、ここがまず直角なんですね。で、今、AR を求めたいので、この、三角形 OAR。ここで三平方の定理を意識します。で、今、辺の長さが3と出てるので、ここ3ですね。ということは、あと、この OR の長ささえ分かれば答えが出るということになります。で、ここで、この R の場所ってどう決まってくるのかってことなんですけども、もちろんこれ、3点 APQ を含む平面で切ったってことは、この P と Q が影響してくるわけですよね。で、P と Q というのはですね、同じ高さになります。ちょうど中点なので同じ高さ。ということはですね、ちょっとこの P と Q 結びます。で、P と Q 結んだときにですね、この PQ のちょうど真ん中のところですけども、これは AR とぶつかることになりますね。ここの真ん中。ここの O からそのまま垂線をね、下ろしたときに、O から垂線を下ろしたときに、これ AC のね、この真ん中に落ちてきます。まあ、この線ですね。この線。まあ、ここちょっと M としましょうか。こう M となりますね。で、その時に、ここの点っていうのは、ここの点っていうのは今、ここの点を表してます。で、そうするとですね、ここの点っていうのは、この PQ 上にあるわけですけども、PQ っていうのは、ちょうど、この、OH のちょうど真ん中に、ありますね。この PQ の中点は OM の中点もあるわけですね。P と Q は何かも言いますけども、中点なので、それぞれの辺の中点なので、高さの半分のところ、この OM の高さの半分のところにあるわけですから、ここの点も高さの半分になります。したがって、こことここ等しいですね。で、AM と MC も等しいわけです。このような状況になっているんですね。で、この状況で、この OR を求めたいんですが、OR の長さを求めるというよりは、OR 対 RC の比を求めると考えてください。OR 対 RC の比を求める。で、どうやって比を求めるかっていうと、二通りあって、一つはメネラウスの定理ですね。メネラウスの定理を使うことによってやります。ちょっとメネラウスでパッと使っちゃいますが、CRRO。で、1、1。で、1、2。かけて1と。いうことなので、このね、私はブーメラン。
ちょっとメネラルスの定理ね、ちょっとよくわからないよっていう人はですね、ぜひメネラルスの定理で検索してください。私ね、動画出してます。こうピッ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 かけて1ということなので。そうすると、約分して1になるためには CR が2で R が1ですね。なので、ここが、2対1ということがわかります。まあ、ちなみにメネラルスの定理を知らなくても、普通に解くことはできます。補助線引っ張ることによって。どういうことかっていうと、ここにビーッと伸ばしたんですね。今、状況的にはこんな感じですけども、A、M、C、O、R。ということで、例えば、今、ここと、ここの長さが等しいわけですね。ここと、ここの長さが等しい。ということなので、ここのところを1個分としたときに、ここ1個分になって、で、これと、これって合同になりますよね。ここ長さが等しいので。というのは、ここも1個分と出ますよね。今、この三角形が合同だよって言ってるわけですね。この、今、ここちょうど真ん中ですからね。一組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいのでね。こことここ対頂角で、こことここ等しいですかね。だから合同になります。だから、ここ1個分だったら、ここ1個分と出ます。ということで、あとは、この OR 対、RC を求めるに、これとこれの相似でいけるわけですね。で相似比が1対2だから、ここ1対2になりますね。はい。ということで、どっちしろ、OR 対 RC が1対2と分かりました。で、今、OR の長さが、1なので、OC が3だからね。OC が3だから、ちょうど1対2で、1、2で分けるから、OR が1と分かります。そうすると、三角形、あとはですね、この O、A、R で、ここ3で、ここ1ですから、三平方定ですね。AR の2乗イコール3の2乗たす1の2乗で、AR の2乗は9たす1で10と。したがって、答えは AR イコールルート10。まあもちろん線ですよね。はい。ということで答えはルート10という具合に出すことができるということですね。はい。ということで、まずポイントはですね、ここがね、直角二等辺三角形になる。これ全ての辺の長さが等しいときね、ここ直角になることはね、これ受験生だったらぜひ覚えておいてください。あとはですね、ここをバサッと切断したときの、これ R の位置ってどうやって決めるのかっていうことですが、ここのね、AR と PQ 結んで、ここぶつかったところに注目します。で、ここちょうど高さの半分になってるので、ここ1対1のところにぶつかるよと。で、こっから、まあ、そう、メネラウスの定理使うなり、相似使うことによって、ここ1対2と出ますよと。と、ここの長さの3分の1、1と出て、3平方してピットを求めると。そういった問題だったということになります。わかったかな？以上で解説終わります。では。